最終戦の相手は巨人、逆転優勝へ望みをつなげたい三村監督。敵地へマジック7として乗り込んだ長嶋監督、勝って引導を渡したい最後の直接対決。広島の先発は目下巨人戦3連続完投勝利近藤。その近藤の立ち上がり、河合の打球はセカンド正場の攻守、バック盛り立てます。2回大久保のこの当たり、近藤を右足の甲に当てながらもピッチャーゴロに仕留めます。広島のこの一戦にかける気持ちがガンガン伝わります。一方巨人の先発ジョーンズ、長嶋監督3回をめどにマウンドに送りました。広島2回ワンアウトからこの音のバッティング、センター前。続くバッターは金本です。2、3から左中間へ、グラッデンのスタートが遅れたのを見てファーストランナーをとチョークホームイン、広島1点先制です。さらに西山、サード原のグラブを弾く内野安打。近藤を送って三塁二塁となったところで長嶋監督たまらずベンチを出ます。なんと2回から橋本投入です。続く野村はフォアボールで歩いてバッター選手会長正田、センターへ、ランナー2人帰って広島3点目。なおも三塁一塁、ここで牽制と、これがとんでもない悪送球、広島ローせずして1点を追加、4対0。ファーストランナー正田もサードに進みます。カープ野球全開。ここで前田がライトへ、この回広島打者一巡、一挙5点を奪い主導権を握ります。5点を追うことになった巨人は4回ワンアウトから落合、ライトへ、続く岡崎、これもライトへ、フェンス直撃のツーベース、ランナー三塁二塁。このチャンスに琴をセンターへ打ち上げます。これが犠牲フライとなって巨人1点返します。バッター原、高めのストレートをレフトへ、第13号ツーランホームラン、5対3と追い上げ、近藤ここでノックアウトです。巨人は5回ランナー1人で松井、広島3番手望月からスランプを振り払うかのような第19号ツーランホームラン、松井のバットで巨人5対5追いつきます。2回に5点を失った巨人、投手陣も3回は岡田、4回からはエース斉藤がマウンドに上がり、広島に追加点を許しません。5対5で迎えた6回の巨人、原をセカンドに置いて村田、及ばず、タイムリーツーベース、巨人6対5、ゲームをひっくり返します。ツーアウトで河合、これもレフト線、村田帰って巨人7対5とします。巨人2点リードの7回、長嶋監督は5人目としてあのパーフェクト男牧原を投入、逃げ切りを図ります。奇跡に向け負けられない広島は正田、前田が連続ヒット、バッターは主砲江藤、バットを折りながらも執念のセンター前、7対6、1点差です。さらに広島は8回、バッターは金本、初球のカーブ、変化球1本に絞っていたという金本の当たりは同点の第17号ホームラン、広島またしても下位打線で追いつきます。なおも広島ツーアウトから野村、センターへ、一瞬の隙をついてセカンドを落とし入れます。ナイス走塁。続く正田にフォアボールを与えたところで長嶋監督牧原を諦め、宮本、ここで前田がライトへ、松井懸命のバックホーム、届かず、野村技ありホームイン、広島驚異の粘り、8対7逆転です。こうなると9回、広島三村監督迷わず守護神大野を送り出します。大野は松井落合、そして代打元木を打ち取り、ゲームセット、8対7、広島鮮やかな逆転勝ち、逆転優勝に望みをつなぎました。こんな素晴らしいゲームができて本当に最高ですね。残り7ゲームありますけどね、もう皆さんにいいプレーを見せることはできないんですけれども、まあロードでね、いいゲームをして、いい結果を持って帰りたいと思いますんで、よろしくお願いします。
敗れた巨人長嶋監督、今日は今シーズン最高のゲーム、こういう敗戦ならどうってことないよと笑みさえ浮かべていました。